なんだろう、生きていくための、生きていくためのに働いてる人っているのかな。金を稼ぐために働いてるという人はいるんじゃないですか。そうです、だけど別に、まあ、言ったら金なくてもいいんじゃないのっていう気もしなくもないんですよね。そこですよね。みんな例えばこう独立するときに不安を感じるのは、例えば会社にいると給料が常に入ってくるんだけど、独立するとある日突然金が入ってこなくなって食えなくなって生活に困るんじゃないかというのをなんかリスクに思ってるんですよね。でも生活保護とかあるじゃないですか、誰かに頼ればいいじゃないですか、恵んでくださいって。そうですよね。まあ一つはまあ当然それができない。今だってあれらしいですよ。タイにね、はい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 、お坊さんが、はい、あの肥満で大変だみたいな話があって。あ、そうなんですか。そうなんですよ。みんな恵んでもらって。タイのお坊さんっつったら、あの黄色の袈裟着て、はいはいはい、すごいガリガリに痩せてるイメージあるじゃないですか。ガリガリ、はい、今全然違っていて。あの人たちって働いちゃダメなんですよね。まあ、全部お布施で生きてるんですけど、はい、要はもうすごいらしいですよ。お布施の量が。お布施の量が経済発展したから。ああ、なるほど。なるほどね。うん。ものすごい量のお菓子とかが差し入れられてきて、まあ要はね、お布施だから捨てるのもなんだなって言ってみんな食べちゃうんですって。それでもうブクブク太っちゃってダイエットしてますみたいな。お坊さんがダイエットみたいな、なんかすごい変なことになってるんですけど、いやだからもうタイですらそうなんだから、日本だったらもっとじゃないのっていう。お坊さんの格好して宅発して回ればみんななんか恵んでくれますし、家ぐらい泊めてくれますよね。最悪そんな生き方だってできるんだから。さらに生活保護という制度がありますもんね。だから何なんだろうなと思って、出家すりゃいいじゃん最悪みたいな。いや止めないだろうとか言ってるけど、止める人いるんだから世の中にはいるのよ。ありますよね、いるのよ本当。そういう施設もありますよね、うん、いやみんななんかそれができないできないって言うんだけど、できないわけないと思うんだよね。てかみんなだから人に頼るのが悪いと思ってるんですよ、それは間違いない。なんでなんですかね。そう教えられてきてるから、なんちゃですかね。人に頼っちゃダメですよねっていうふうに言われてるっていう、まあ、あとは頼ると叩かれますよね今の日本だと。え、そうですか。僕はあのホームレス支援とかやってるので、生活保護バッシングとかすごく結構間近で見る側なので、まあ少なくともネットの世界とか見ると、まあ、生活保護受給者は生ポア死ねみたいなので、まあまあまあバーチャルな痛みですけどあるわけですよね。なので別にそんなの無視すりゃいいじゃないですか。まあそうなんですけどね、実害があるわけではないですからね。そう、みんなプライドが高いんですよ無駄に、という。なるほど、はい、そういう意味でハードルとかリスクがないってことない。その働き方も多分変わると思っていて、要は命のために働いてるって、その食料を生産してるってことじゃないですか、はい、で食料なんかほとんど、まあ要は自動で生産されてるっていうのかな。実際にその穀物ってまあほぼほぼね、オートメーション化されてるわけじゃないですか、生産の方法が。まあでしかもみんななんかぐち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 こう言うけど、はい、GM 作物とかすごいテクノロジーなわけですよ、はい、ものすごい低コストで機械がやってくれてるわけじゃないですか。それで生きられるんですよねみんなで、なのでまあみんな仕事だって言ってるけど、まあ遊んでるのと変わんないよねみたいな話は。なるほど。それはあのちょっとそのゼロにも関わってきますけど、堀江さんの場合は何で働いてるというふうに、いやだから何で働いてることかっていうことを考えても意味がないっていうか、まあ本当はね、例えばあの、収監されたり受刑されてる時は自由がないって言ったもん、でやっぱり一番働きたいって思いがあったと思うんですけど、だからその働きたいっていうよりは人と会いたいみたいな、だからなんかね、働くってことをなんか尊いことでも別に何でもなくて、
楽しいからやってるんだよねって、うん、人に会いたいからやってるよねみたいな感じですよね、うん、まあ、普通によく言いますと遊びと、まあ、仕事が融合してるような、もうどこが境目になるかわからない感じ、うん、という感じですよね、うん、なんかそういう風にすりゃいいのにって思いますけど、うん、なるほど、そういうの分けたがりますよね。でも、まあ、ワークライフバランスって、うん、そういう言葉ですよね。そう、だからワークライフバランスって何のこと言ってんだろうな、この人たちみたいな感じなんですけど僕なんかにしてみれば、うん、と思いますが、だから企業でずっと寝ないで働いてるか、そういうのやってんのって仕事なのか遊びなのか分かんないですもんね、うん、そうですよね、うん、で意外となんかその僕は有名じゃないんでとか、堀江さんだったら今、うんうん、はいはいはい、堀江さんがその人脈も知名度もない状態で何をしますかとかなんとかっていうふうに言われるんですけどね、うんうん、あのこの前あの堀江さんに出ていただいたシンポジウムがあって、うん、あそこでやった時にやっぱりあの堀江さんの言うことにすごく反発する人がいて、うん、でそれが一番何があったかっていうと、あの独立する時に会社に入ってから一回そのスキルを身につけてから辞めた方がいいのかどうかという話になって、やっぱり身につけるべきだっていう人が結構いたんですよね、うんうん、で堀江さんもそういうことをするよりも、あのやっぱり先まず独立したいと独立すればいいじゃない、うん、でそこから考えたらいいじゃないって話されたんです。早くんはどうだ。僕は自分の経験振り返ると会社でそれなりに培ってきたものはもちろんありますけど、まあ、それはなんというかたまたまそうだっただけであって、今のなんでしょうね、これはまあ変な過程ですけど、今の知識を持った上だったら多分もうさっさとやめてますね。そっちの方が全然早いのがもう分かってるので、うん、やっぱ会社でうんぬんやりながらだとどうしても遅くなるのは間違いなく遅くなると思いますけどね、まあ、それでもいいんだったらいいでしょうけど、うん、まあ、若いうちは別に、まあ、生活もコストかかんないし、うん、さっさと飛び出して経験積んだ方がいいじゃないのと僕は思っちゃいますけど、ね、特に独身男性とかだと早めの方が多分いいので、まあ、親介護しなきゃいけないとかちょっと事情は違うと思いますけどね。うん、そういう意味では やめても生活保護とかそういうのもあるし、まあそうですね、リスクはないよね。社会的なセーフティネットもありますし、うんうん、なんでそこから考えるんですかねみんな、うん、僕結構後先考えてないですよね。先に行動する、うん、まあなんかそうですね、まあ、実際今だって僕なんかね相変わらず、うん、なんかスイスの銀行に特殊財産が何百億もあるってみんなに思われてるんだけど、はい、ないですからね真面目な話で。で、いや結局 99% 以上和解でお金払ってまだその後も訴えられちゃってそれでまたさらに和解金払って結構ねないんですよね。お金はいやいや、もうだからそのストックはほぼほぼなくなったんですよ、うん、真面目な話、うんうんうん、でその後刑務所入るでしょそれもね、そういう状況でそのかなり危ないですよね。危ないっていうか、うん、本当無一文みたいな状態になりかねなかった状態で、僕例えばメルマガ始めたでしょ、うんうん、3年ぐらい前に。あれやってなかったらどうしてたんですかねって感じですよね、うんうん、あのキャッシュローがあるからその宇宙の事業もずっと続けられるし、うんうん、続けられてるわけです、はい、実際のところ。でそういうの続けられなかったんですよ本当は、うん、でそれは、うん、僕もすぐそのやっちゃったんですよね。メルマガ始めるとかそういうイメージあったんですか、あれぐらい今ぐらい成功するっていうようなイメージ。いやだからメルマガやめ、いや一番最悪なのはなんか会員100人くらいしか集まらないっていうケースを、はい、が嫌だったんですけど、まあとりあえずやってみれば、うん、やってみても100人ぐらいやったらちょっとしばらくやってやめてもいいやぐらいの感じだったんですか。っていうかね、そうですよね、うん、な
んかこう僕もいろんな若い子と僕も若いんであれなんですけど 同世代のある意味人生相談とかに乗るときにすごいあるかないかが分かれるものでその自分はなんか適当になんかなんとか食っていけるみたいな自信があるかないかってすごく大きいと思うんですよね多分、まあ、堀江さんはなんかすごい変な言い方です多分別に何やっても多分食っていけると自分で思っていて僕もまあ別に何やっても食っていけるしその気になれば1日100万稼ぐのも、まあ、いろんなやり方があるんで別に稼げるし多分瀬尾編集長も、まあ、別にこうなったらぶっちゃクビになっても何とでもないんじゃないですか、まあ、何でもないわけだとでもなんかそのまあそうだなっていうその自信がやっぱり多くの、まあ、働いてる人の多分欠如していてそこからスタートしてるんで、うん、なんでしょうねなんかすごい温度差があるなっていうのを感じますね。